英語禁止、商店街ブラブラをやりたいと思います。よろしくお願いします。1回につき1000円。わかりました。1単語1000円ね。はい。どこ行けばいいの。わ、すげえ。今たい焼きってあんなことになってんの。焼きそば入ってんじゃん。もう食事やな。卵が決めて、卵も入ってんだ。めっちゃうまそうじゃん。うわー、これあの贅沢のカスタード。あ、いう嘘だろ。普通に言うた早っ。え、弱っ。嘘だろ。俺 なんとか言葉変えて言おうとしたのに。おいで出てこないのかと思った言葉が。違うよ。これをあの甘いとろっとしたやつとかなんか 言おうとしたんや。え、嘘でしょ。弱っ。はい、はい、出してください、はい、ありがとうございます。え、俺こんな簡単に出ちゃった。あー、こんにちは。うわ、あら、七五三かわいら、こんにちは。何歳？もうすぐ3歳ですか。こんにちは。こんにちは、はい、イエーイ。タッチタッチ、イエーイ、タッチ。やっと。大丈夫ですか。ありがとうございます。ちょっと待ってください。せん、なんで二人とも言ってた今。あー、タッチ嘘だろ。今英語禁止ロケやってました。はい、かわいいな。おじさんの好感度を上げてね。ねえ、わからないね。いいですね。バイバイ。あれ、ちょっと待って。バイバイ。バイバイはダメです。嘘だろ。今4回言うたね。いや、それは確認だからいいでしょ。いや、確認もダメですよ。嘘だろ。にだから2000円で俺足りねえんじゃねえか。一個も店入ってないのに。弱すぎるやん。ちょっと待って、うまそう。餃子。うん。あ、ラーメンあんねや。あ、え、どっち。中国語じゃないですか。ラーメンは英語とジャパニーズヌードルです。オッケーオッケーオッケー。中国語じゃない。あ、2回言った2回言ったね。いや、これ進まないって。これやばいっすね。弱っ。 OK、 セーフ、セーフって言いましたからね。嘘やん。あ、3つだ。うそ、はい、やん。もう3000円やろ。え、こんなに。ちょっとマッチか。お金足ります、お二人。え、お金も足りないし尺も足りないかもしれない。嘘やん。お金と尺が足りないよ。今ので3発言うたことになんねや。いや、だって言いましたからね。わ、ここも美味しそうだな。洋食工房ですって。あ、わ、開いてないわ。カニクリームコロッケなんだ。絶対うまい。うわ、はい、嘘だろ。嘘やん。めちゃめちゃ言うたやん今。お前、千原さん激弱。ちょっと最弱なんちゃうこれ。どれが一番好きですか。え、僕はやっぱりあの卵包みご飯のお店やりますから。そうだ、はい、卵包みご飯のお店を渋谷で開きますから。はいはいはい。あ、まあ、誰と開くんでしたっけ。七重お母さん。危ない危ない危ない。こうやってトラップかけると、はい、うわ、マジかよ。弱っ。罠を自分に仕掛けて自分でハマる。めちゃくちゃ振り聞いてますね。だから罠を仕掛けられると逆に出ないよねっていう話をしたかったんですよ。それに引っかかってるやん。こんな弱い人初めてかもしれない。俺一個も出ないって思ってたんだけどな。むちゃくちゃ出てますよ。え、ちょっと待って、もう2人で1万超えてんちゃう。うわー、俺大好きなんだよな、あのどれ、皮重ね、皮重ねケーキ。ケーキはそうか。2回言ってる。2回言ってる。ちょっと品川ももうなんか企画になれへんで、弱すぎて。弱すぎるわ。え、何にもできねえじゃんこれ。ちょっとほんまやで、まだ2つでしょ。だからそうそうそう、食べ歩きなんか1つもしてないんやから。いや、俺さっきのところにまた美味しそうな洋菓子があったんだよ。見てみ、書いてあるの、ここにも一
一休みしませんかって。いや本当にずっと払ってるからプラス、アホだ、めちゃくちゃ。え、なんで、こんな難しかったっけ。やっぱおしゃべりだからですって。まあな、口数多い分出ちゃうんだって。そういうことや。私あの沈黙が嫌いやから。そうそうそう、芸人さんは間を埋めようと思うと、なんか喋るで出ちゃうっていう。で、何も考えずに喋り出すからスッと入ってまうわな。え、これ輪っか菓子あります。輪っか菓子、ほんまや、輪っか揚げ菓子、輪っか甘揚げ菓子、どれがいいですか。え、これどれが一番、プレーンが、あ、プレーンが一番人気でしょ。何ですか、何ですか。お父さんやめてくださいよ。英語禁止ロケやってるんですよ。無味。お父さんはいいんですよ。お父さんはいいんですけど。無味。無味やったらあかんでしょ。無味。違いますよ。普通でいいです。無味やったら僕買わないですよ。無味。じゃあ無味ください。無味一つください。うん、おいしい。すごい優しい甘さ、ヘルシー、うん、はい、おい自爆自爆、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。美味しいです。美味しい、しっとりしてるよね、しっとりしてるけど、ちょっとエアリーで、うん、はい、普段使わないでしょ、逆に逆に使わないでしょ、エアリー、うん、なんやろう、なんかほら食レ、まあ最近、いやもう言ってるよ、これセーフ、セーフですね。おーい、亀屋万年堂、あ、びっくりした。こんにちは、こんにちは、バイバー、こんにちは、こんにちは、みんな手つないで気をつけてね、バイさよなら。うわ、一回言ったことに気づいて、もう一回言ってたか、子供が言うてんのに返されへん、返さなあかんやん。いや、じゃあねーでいいかな。おっしゃる通りです。よ、最弱人間がよう人のこと言えるな。探そうよ、ちょっと最弱決定戦しよう。またやりますか。でもその中でも品川ひどすぎるわ。バイバイ。ほらほらほら、言うてまうねんって。じゃあねー、じゃあねー。あ、先生があの導くから。芋揚げ食いたい。芋揚げ、芋くずし衣揚げね。あ、そうそう、それ、うん、それ食べたいわ。ないか、芋サクサク揚げだと。あっちの、あ、そうか、な、細長細長、細長、この店と、この店によ。こんにちは。この店パターンのやつね。はい、うん、くっす、ちょっとあかん、弱すぎるわこれ。なんや俺ら、避けて避けて避けて最後ゴール決めてるからね。おお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 。これ足らんもんじゃん、ほんまに。え、俺こんなだった。だもう大丈夫よ、俺はもうこの先英語を言わない。そうそうそう、俺も言わない、もう言わへんで。もう すごい自然に喋りながら、そう、絶対に英語言わない。こんにちは。そう、気を使ってやらずにさ。古いよ、その芸人が失敗をしてうずくまり、はいはいはい、お金を入れる。あ、古いな。古い、昭和やわ。最先端のね、配信システムを使ってね。おお前めちゃめちゃ気づくじゃねえか。古畑みたいに新システムですね。はい。ああそうか、いやす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 。もう違うやん、結局。だからあのフォローで何かを。いやもう出ないよ。
これはやばいっす、これはやばい、これはやばい、これはやばい、これはあかんぞ。いや、たどり着かないですよ。サクサク芋崩し衣揚げ、そもそもあるんかな。いや、商店街にないことない。商店街といえばサクサク芋崩し衣揚げ、うん、なんかと、うん、焼き鳥、そう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 、とたい焼き、うん、あ、うーし、はい、言いそうになったのね。この、あの、有名社長ホテル、こんなところにもあんの、うん、はい宿です。あかん、もう弱すぎて怖い。帽子社長宿、帽子社長宿やん。こんなことになるなんて。いや、俺こんなことになるとは思ってなかった。俺マジで一回も言わないと思ってたから自信満々やった。自信の満の満だったから言うはずがない、この俺が。スタートダッシュエグかったな。はい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 。おじいちゃんだからしょうがない。誰が言うてんねん。うまそう。牛乳溶かし冷やし固めプルプル。一番あの普通のやつで、はい、普通で。これ一番普通のやつですか。こちら普通のプレーの一番人気のものになります。普通おいしい。いや、監督、ここはもう僕出して。あ、さすが。お金困ってんのかと思ったけど。いや、これ買うけど5000万貸して。お肉屋さんとか八百屋さんとか昔みたいにこう並んでないんだね、意外と。八百屋さん、あ、魚屋さん、お肉屋さん、あれがあったわみたいな、あの総合、あ、市場みたいなとこあったわ。あ、総合的、いや、今風市場みたいなとこあったわ、うん、お弁当屋さんとかになってんだな、大体。あ、ここはちゃうか。ここお弁当屋さんでしょうね。あ、ありそうっすよ。めっちゃ来てるで。あった。どこに。飛騨牛、飛騨牛の、飛騨牛のあのじゃがいもを崩して混ぜて衣をつけて揚げたやつって。コロッケですか。それです。いただけますか。はい。うわー、好き。近所にこれあったら多分毎日買って帰るもんなあ。めちゃめちゃサインある。はい。くそ、やべえな。もうね、完全に慣れてきたわ。俺一生言わないかもしれない、もう。いやいやいや、慣れすぎて。いやいやいや、染み込みすぎて。こういうの好きなんだよね。何、うん、ああ、もやしのタレ、これ和えるだけでつまみになるやつね、はい、ちょっと僕ちょっとドリンクいただこうかしら。はい、何て言いましたか。青ですね。弱すぎる。青ですね。聞こえました。マジでめっちゃええな。もうリーチかかってる。さっきそれを言わないようにずっとしてたのに。青い。青いやな。いいですねじゃないよ。スケベ監督か。ハイボールで。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯はいいです。カタカナを。乾杯は乾杯でいいんです。 うわー、ありがとうございます。すいませんね、1個だけで。いえいえ、とんでもないです。うん、むかむかサクサク、めちゃくちゃうまい。粘ってよかったですね、うん、あ、めちゃめちゃうまい。追い上げ率考えたら半端なかったですよ。連続で言ってしまったりとかあったかな、うん、バイバイのところが。そうやね、バイバイってうわーって、うん、もう一回バイって言うと思ったもんな。いやー、楽しかった。たまにあのいろんなもう見てるんで、締めとか生きるだし、お前なんて応援してるやつ一人もおらん。おる。そういう方がおる限り僕は前に進んでいきます。皆さん今後ともよろしくお願いします。頑張ります。